ラジオニュース種まきジャーナル、ここからは特集の時間です。先頃国王ご夫妻の日本訪問で全国に話題を振りまいた国ブータンですが、GNP 国民総生産よりも GNH 国民総幸福を目指しているということで、本当に幸せな国というイメージが強いんですけれども、このブータンに実は難民がいるということなんです。ブータンのイメージを大きく変えるこのブータン難民の問題について、ブータン難民を支援する NGO アフラジャパンの代表で大阪産業大学教授のリングホーファーマンフレットさんに、今日はスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。リングホーファーさんは生まれはオーストリアということですね。はい、リングホーファーさんは今回のブータン国王夫妻の日本訪問について、まあ、いろんな形で報道されてましたけれども、はい、それをご覧になって何感じましたか？まあ、残念なことにはみんなこのクロスナショナルハピネス、みんな幸せであるということは、信じてますね。これに対して私ちょっと、まあ、不満持ってますけど、なかなか、ブータン政府が、ずっとこのクロスナルハピネスの世界中に広める、普及させる意味ではすごく成功しています。国民総幸福っていう言葉をブータンが世界中に広めるっていうのに成功してるけども、はいはい、そのブータン国内自身はそんなに幸せじゃないということですか？いや、その通りですね。幸せじゃない人は、いろいろいますね。難民、さっきおっしゃった難民ですが、ブータン国内には難民がいません。はい。ブータンから追い出された人口の 20% は、ネパールとインド難民として生活しています。今何とおっしゃいました？人口の 20%？ いや、そうです、はい、じゃあ具体的にどれくらいの数なんですか？全部入れた場合は約13万強じゃないかという推計です。13万人の難民ですか？はい、だってブータンって確か全国で67万ぐらいですね、はい、ですよね、はい、そのうち別に13万人の難民がいるということですか？はい、そうですね、はい。で、それがネパールの？ネパールとインドですね。まあ、3年、4年前までは、難民カンプ、7つのネパールの難民カンプでは、11万人以上いましたんですけどね。へぇ、じゃあ全然幸せの国っていうイメージがないんですけど、こういう質問が来てまして、ラジオネーム、東大阪のおっさんさんという方なんですが、うん、そもそも世界から幸せの国と言われているブータンで、いつ頃何がきっかけで、10万人以上もの多くの国民が国を追われるようになったんですかという質問なんですが。まあ、これは、まあ、簡単に言えばですね、ブータン政府が1985年に国籍法を変えたんですね。で、そうしますと、外国の方と結婚されてる人が、とか、または、一つの、ノンナショナルというカテゴリーというか、非国民という人たちは、不法入国されたということを、7つのカテゴリーを作ったんですね。はあ、で、はい、そういうふうに外国人の配偶者がいる人とか、はい、ブータンのこう政府から見るとちょっとブータンの人と、違うというふうに判断された人たちがいるわけですね。うんうんうん、はい。で、その時はまだ大きな問題なかったんですけど、1988年3年後には、国勢調査という名目ですね、本当の調査はなかったんですけど、国勢調査という形で急にですね、同化政策という形で、この、民主主義を要求した人たちとか、まあ、追い出すために、いろんな政策を捉えて、王様の民族衣装を、着ないと、逮捕され、外国へ追放されたわけですね。ブータンって言ってね、国王様もね、民族衣装着てましたけど、はい、それをじゃあ着ることを強制して、そうです、はい。それを着ない人たちは、はい、国の外へ出てけっていうことですか？そうそうそう。学校も行かせないし、医者でも、見てもらえてないですよ、その時は。いろんな、残念な、
寂しい、悲しい話、いろいろあります、実は。いろいろじゃあ不利益を、その機内ということに対して不利益を与えて、はい、国の外に出ていくように誘導したということですか。はい、そうです。ああ、それでじゃあ。で、うん。はい。ほとんどみんな農民ですよ。政治と全く関係ありませんでした。はい。でも、先ほどおっしゃったみたいに、外国の配偶者を持ってる人とか、そういう理由だけで、とにかく、国の外へ、うん、国の外へって追い出されて。まあ、実はほとんどの人が100年近く住んでます。だから結局、まあ、日本の在日韓国人、あるいはアメリカの、至る大きいアメリカ人を出すと同じようなことに、値するんですね。はあ、じゃあもう自分のその命令に従うというか、その国の方針に従う人だけ残して、はい、それ以外の人たちはみんな難民にしちゃったということですね。そうですね。まあ、簡単に言えばそういうことですね。当時は、ネパールの方でも民主化運動は少し出てきたわけですから、それを、国王の家族とか、王族とか、あるいはその一部の政治家は警戒していたわけですね。うん、ということは、税金の使い方ですね。はい。の問題が実は難民の発生につながってましたですね。はあ、それはどういうことですか？王様のアドバイザーだった一人の方々ですね。テクナトグサイさんという方が、その、ODA の、ね、海外援助の、お金はどういうふうに使われているかと。どういうふうに使用されているかと、委員会の委員長だったんですね。で、それでいろいろ王様の家族の中で、人の貧富の市長とか、何かが、横領した、ということを、表に出したわけですね。まあ、最終的に彼は10年間刑務所にいられましたんですね。今、たくさん出ているその難民の方々なんですけども、うん、それは、やっぱりネパール系だとか。ネパール系は、9割ちょっとですね。その他の1割近くは王様の民族と、もう一つ一番古くとされている、東部に住んでいる、シャチョップという民族ですね。うん、ブータン国内でもやっぱりそう、民族がみんな違うわけですね。そうです。はい。で、その中でネパール系の人たちと、そのシャチョップという。シャチョップと、ブータンの王様の、はい、まあ、この三つは一番数が大きいですね、うん。で、ブータンの王様が所属する民族が今、国を作ってるから、はい。それ以外の人たちはもう、外に出たということですか。その、みんなじゃないですけどね。うん、まあ、一部の人たちまだ残ってますけど、みんな追い出されてないですね。うん、でも、特徴としては、豊かな農民が追い出されましたですね。で、豊かな農民が、民主化運動に、寄付される可能性が高い、疑いがあったためには、これだけでも追い出されてますね。はあ、王政で王様が治めていた時代に、それこそ民主化運動をされるといけないから、その資金源になりそうな豊かな農民を全部追い出したと、はい、いうことなんですか。はいはい、今、ブータンはそれこそ国王からですね、うん、民主化をしていくっていうことが提案されて、はい、で、本当に自然な形で、人々にその政権が渡されたっていうようなことを評価されてますが、うん、実はそういう歴史があったわけですね。そうですね。このグロスナショナルハッピネスの歴史が、今の国王のおじいさんが、1972年に、考えた。国民総幸福ですね。はい。だから精神面を中心に考えたわけですね。はい、その後はずっと忘れられていましたし、そして90年代の後半ですね、世界中の一部の、政府とか、この難民問題に、ちょっと、詳しく、調べたところで、急に、ブータン政府がこのアイディアを取り上げて、97、8年あたりから初めて世界中にそのアピールして国際会議とかシンポジウム開いたわけですね。で、そうすると、目的は我々はみんな幸せですよ。国民みんな幸せですよ。で、結局、これはみんな難民問題を忘れせようということですね。で、問題は、もともとそのおじいさんが考えた時も自分の民族、自分の文化を守るために、考えたわけですね。
もともとは他の民族、他の宗教を尊重するという狙いでもなかったんですね。はあ、藤田さん、だいぶイメージと変わってきましたが、そうですね。これ、その、ネパール系のですね、人々というのは、その、あまり、その、昔から住んでいるわけではなかったのですか？いや、昔、一番早くは300年前、もっと古くという説もありますけど、そうですか。当時の、君主で、チベット仏教の、宗教のトップの人が君主だったんですね。南部のジャングルの開拓のために呼ばれてます。はあ、はあはあ、うん、なるほど。じゃあもうかなりの長期にわたって、その定着していて、まあいわゆるその一時的なその不法対立、はい。不法と、もちろんブータン政府は不法と言われてますか、実はほとんどはそうじゃないということですね。難民の 99% ぐらいは、国籍証明書とか何らかの証明書を持ってました。あ、そうなんですか。これ調査で分かったんですよ。にもかかわらず追放されたという形になるわけですね。はいはい、うん。